限界を越えて、サンゴの海を泳ぎ、海風を受けて走る、トライアスリートたちの挑戦が始まる。中途社員で入ってきて、全くトライアスロンまさか自分がやると思ってなかったみたいな。他のスポーツに比べるとやっぱり努力度が顕著に現れやすいっていうか、やっぱ基本的にも練習しなきゃダメなんですよ。日本が世界に誇るロングディスタンストライアスロン。自分の勝手なその思いなのに周りの人たちに支えられてるっていうのもあります。全てはストロングマンの称号のために。およそ200キロの熱き戦いが繰り広げられる。頑張れ、頑張れよ、絶対頑張れよ。スポーツドキュメンタリー、宮古島トライアスロン。